足を上げたりだとか、あとこの口開いてこう顔をねこうかしげたりとかっていうこう可愛いねポーズも取らせることができますね。ティラノサウルスの口にこう入ってしまうぐらい小さいです。このアンモナイトのこの触手の部分がこのロボットのこの角になってるっていう感じですね。腰を90度前に正面にね向けます。180度回転させて肩の向きを下にグッと下げてあげると、これでティラモナイトになります。騎士っぽいこのランスみたいなのでこうスッとね立ったりとか。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。デフォルメ合体ナンバー01ティラモナイトです。それでは見ていきましょう。ということで今回はこのガレージキットをレビューしていきたいと思います。で、これはまず何なのかというと、このスタルケル、今レビューしているこのスタルケルが作ったガレージキットになっております。まあ、ということで今回はこれをレビューしていこうとね思います。こう自分の作ったものをこうレビューするっていうなんかちょっと不思議な感覚ですけれども、まずパッケージですね。このおもちゃのデザインは自分が行ったんですけど、このパッケージのイラストはここに書いてます。あのクラさんっていうあのね韓国で YouTube やられてるクラさんですねが書いてくれました。めちゃくちゃかっこいいですよね。でこのロゴデフォルメ合体っていうこのかっこいいねロゴ、これはあのエイカさんというね方に書いていただきました。本当にありがとうございます。ということでパッケージがこうなってまして、それでは開けていきましょう。はい。で中身を取り出すとこんな感じになってますね。こうパーツがこういろいろ入ってますので、これを組み立てるっていう、ね、ものになっております。であとは説明書がなんとフルカラーですね。もうフルカラーでもう見やすいと。なんでカラーにしたかっていうと、あのもうカラーの説明書が入ってると、あの個人的にテンションが上がるからですね。でこう組み立て方、であとはこの組み立てのやり方と合体のさせ方をこの QR コード読み取ると YouTube で確認できますよという感じになっております。でこちらもね、あのぜひ読んでいただきたいところですね。ということで、組み立てていくんですけれども、この組み立てのやり方は概要欄のリンクから見てみてください。ということで完成したものがこちらになっております。で今組み立て省いたんですけれども、組み立て実際そんなに時間かからないですね。早い人だと10分とか15分とかですぐに組み立てられちゃうと思います。でまあこれ 3D プリンターで作ってるんですけれども、 3D プリンターでこうサポートとかいろいろあるんですけど、それも全部取ったものが入ってるので、で塗装もしなくていいように色分けがされてるので、こう開けた瞬間すぐ組み立ててそのまま遊べるっていうものになっております。まあということでね、早速見ていきましょう。まずはティラノサウルスの見た目がこのような感じになっております。どうでしょうか。いやめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、このねティラモナイトのコンセプトとしてこのデフォルメっていうのがあるんですけれども、こう見てわかる通りこう頭がねちょっと大きかったりとか足が大きかったりっていうデフォルメ要素に加えて、こうパーツが全てシンプルな形で構成されてます。こう四角とかねそういう感じで構成されてるので、こうデフォルメとすごく相性のいい感じになってるんじゃないかなと思います。でまあ一応、まあ、製造側のあの利点なんですけども、その簡単なこう造形にすることによってその 3D プリンターのプリント時間とかサポート外す時間とかもね省けるっていう一応製造側からの利点もありますね。でまあ可動見ていきましょう。まず口がこうパカッと開きます。こんな感じで、でこう閉じることもねできます。で頭回ります。これだいたいボールジョイントがねほぼなので、ボールジョイント根元とあとここですね、腕の根元にもボールジョイントが入っております。でこの肩ここ軸で稼働します。こんな感じでこう1回転ねさせることができて、でこの腕、この腕の部分は軸でこう稼働しますね。で、はい、尻尾はここ軸と、はい、こういう稼働、そしてまあ一応回転、ここでまあ回転もさせることもできますと。で体がこんな感じでここ
グッとね、はい、ここ回転させることができると、あと足ですね、足ボールジョイントになってますので、この根元と膝のところですね、でこう可動もさせることができます。一応あと足首もボールジョイントなので、こう角度をね軽くつけることもできますと。ポーズを取らせるとこのような感じになっております。こう足を上げたりだとか、あとこの口開いてこう顔をねこうかしげたりとかっていう、こう可愛いねポーズも取らせることができますね。やっぱこの目、この黒と白のこのシンプルな目とか、ここら辺がこう結構ね、このポーズとかこう可愛いっていう風になってくるんじゃないかなと思います。そしてそれでは次、こちらアンモナイト見ていきましょう。アンモナイトの見た目はこんな感じになっております。でアンモナイトの目なんですけれども、この目の部分だけ、部分塗装ですね、この黒い部分は塗装してあります。あとは全部色分けで構成されております。でまあこのアンモナイト、まあ結構小さいんですよね、まあ、なのでまあこう大きさ比べるとこのぐらいですね。このティラノサウルスの口にこう入ってしまうぐらい小さいです。で、まあ、可動は特にないですね。このまあ黄色い部分が触手で、この青い部分がその殻甲羅っていう感じになっておりますので、まあなんかこうどっかにこう乗せてあげたりとかしてもいいんじゃないかなと思います。あでティラノサウルス一応まあこう可動によってこのゴジラ立ちしたりだとか、あとはこう立たせてあげて、こう今の解釈のティラノサウルスのようにしてもいいんじゃないかなと思います。ということで早速このティラノサウルスとアンモナイトを合体させてティラモナイトにしていきたいと思います。まずは、こっちのアンモナイトからやっていきましょうか。アンモナイトは変形簡単で、ここの横にこの部分ですね、この部分をくるっと上に回転させてあげます。こんな感じで、はい、で反対側もここをくるっと回転させてあげると、なんとこのロボットの頭部になります。このアンモナイトのこの触手の部分がこのロボットのこの角になってるっていう感じですね。そして次ティラノサウルスですね。ティラノサウルスはまずは、この腰を90度前に正面にね向けます。で足こう膝曲がってたものをグッと伸ばしてあげますと。でそしたら、はい、ここの腕ですね、腕の部分を、まあ、こういう向きにしてくるっと回転させてあげると、はい、こんな感じで肩にこううまく、ね、固定というか、はい、収納することができるので肩の方に持っていきます。でそしたら口を閉じて、はい、下に向けると、はい、これで腕がね出てきます。で反対側尻尾はこれ肩が逆になってますので180度回転させて肩の向きを右と左で揃えてあげます。で、はい、ここを尻尾を下にグッと下げてあげるとまた腕がね出てくるっていう感じになってますので、そしたら最後この頭部アンモナイトをここに取り付けてあげると、これでティラモナイトになります。どうでしょうか。しっかりとこうロボット形態になっておりますけれども、さっきの可愛かったティラノサウルスとアンモナイトからこのかっこいいロボットになるっていう、この可愛いからかっこいいへの変形っていうのもありますねっていうね、このティラノナイトですけれども、この右腕はこのティラノの顔、そして左腕はティラノの尻尾っていう感じで、こうちょっとランスみたいな感じを意識してます。でこの顔ですね、顔がちょっとなんというか特徴的というか、目がないんですよね、このティラノナイトって。はい、このイラストを見ていただければわかるんです。これまあ若干バイザーっぽくなってますけど、実は目がないというか、この騎士がモチーフになってるので、ティラモナイトのナイトのね、その騎士がモチーフになってるので、その騎士の甲冑ってあるじゃないですか、あれってこうなんか目の部分に黒い影みたいなのありますけど、
なんかあれが目みたいな感じじゃないですか。それを意識してちょっとこう目の部分はなんかこういう黒い線一本みたいな感じになっております。でね、さっきのティラノサウルスとアンモナイトから結構簡単にね変形してるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただこうティラノサウルスの時はこうね、うん、こう肩がこう下がってたりだとか足が逆向きだったりとかっていう風にねしてるので、このティラノサウルスの時はあんまりロボット感がなく、変形したらあロボットだなってなるような感じになってるんじゃないかなと思います。でこの可動としては、まあ、さっきのティラノサウルスと大体一緒なんですけど、こうまあこう腕をねこう動かしてあげたりだとか、あと腰を曲げたりで、あと足をねこんな感じで開いてあげたりとかもできます。でもちろんこの顔もこうやって曲げることができますので、結構こうアクションがねこう取れるんじゃないかなと思います。こう好きなようにね。でまあこうやって、うん、こういうポーズもできますし、で結構足がこう広いので、足の底面がね広いので、割とどんなポーズでもこうね下半身が安定してると思いますので、こう、うん、ポーズは取らせやすいんじゃないかなと思います。こう上に上げたりもねできますし、こんな感じで、はい、まあいろいろ皆さんポーズを取らせてみてください。ポーズを取らせるとこのような感じになります。この騎士っぽいこのランスみたいなので、こうスッとね立ったりとかで、この腰というかこの足の可動とかも利用してあげると、こう体をね反らせてあげることとかもできますので、やってみてください。でこうねティラノサウルスのこっち側でこうねポーズを取らせてもいいですし、あとはこう足を開いてこう強そうなねこうガバッとした、ね、ポーズも取らせることができます。そしてこのティラモナイトのちょっと大きさ測ってみましょう。ティラモナイトの大きさはだいたい11センチ、約11センチくらいになっておりますので、こう手のひらサイズなんですよね。まあ、なのでこう机の上に置いたりだとか、なんかこう寝るときなんか枕元とかなんかそういうあたりに置いて、こう気軽に変形させたりだとかっていう手頃に遊べるおもちゃになってると思います。ということでこのティラモナイトをレビューしてきたんですけれども、最後にちょっと自分がこのティラモナイトにかける思いっていうのを聞いていただきたいです。でなんでまずこのティラモナイトを作ったかっていうと、あの2つ理由がありまして、まず1つ目がこの自分ってこう全くスキルがないんですよね、このおもちゃ作りに関して。ただおもちゃが好きなだけで、でそこからあの CAD を独学で練習して、でまあ、一応2年間ぐらい CAD やってて、そこで作ったのがこのティラモナイトなんですよね。でそこで、自分がもう本当にイラストとかデザインもできないし、まあ、CAD も始めたばっかり独学だし、設計とかあと企画とかおもちゃの企画とか全く、あと販売とか製造 3D プリンターでの製造とか全く分かんない状態からゼロから始めたので、この自分でもこうティラモナイトが作れるんだよっていう、こう作って販売までいけるんだよっていうところを、こう皆さんに知っていただいて、なんかあ、じゃあなんかスタルケルができるんだったら、なんか俺でもなんかこうおもちゃ作ったりとか、まあ他のことでもいいですけど、なんかできそうだなっていう、そのそういう風に考えていただけたらいいなっていうのが一つと、もう一つがこの自分で結構動画でガレージキットの動画とか出すんですけれども、その時のコメントでなんかガレージキットってこう結構個性があったりとか、あの面白いものが多いから買いたいんだけど、ちょっとなんかあのハードルが高いなっていうコメントとか、あと買いたいけど塗装できないからちょっとなっていうコメントがたまにあるんですよね。っていうそのちょっと敷居というかハードルが高いなっていう方のために、じゃあこうすごく組み立てやすいものを作ってみたらどうかなと思って、そういう方々でもこう手に取りやすいようなものは作れないかなと思って作ったのがこのティラモナイトになっております。っていう2つの理由から自分はこのティラモナイト作りました。じゃあ どういう理由でこのティラモナイトを買うんだっていう話なんですけれど、まあなんかこう見た目が可愛いとか、こうロボットかっこいいとかっていうのもあると思いますけれども、この 3D プリンターで作ってるものですね。
結構あの 3D プリンターって聞くと思うんですけれども、実際に手に取ったことはないっていう方が結構いると思うので、この 3D プリンターってどんなものなのかっていうのをこうまず知ってもらいたいっていうのが一つと、その 3D プリンターで簡単に組み立てができて、でしっかり変形もできるっていう、この自分で組み立てたものが変形するっていう体験、遊べるっていうこの体験をねちょっとしてほしいなというところがありまして、こうぜひねこのティラモナイト手に取っていただきたいです。で発売なんですけれども、この2022年の3月中を考えております。で値段に関しては高くなってしまうと思ってます、今の現時点では。というのも結構このサポートを取り外すのに時間がかかったりだとか、あとこの 3D プリンターのまず素材ですねとかにも費用が結構かかってしまうので、まず生産するのに結構時間がかかるんですねっていうのがありますので、であとちょっとこのやっぱガレージキットなので、そのガレージキットの値段を下げる、まあ安くすれば売れるかもしれないんですけれども、価格を安くすることってこのガレージキット界隈においてはいいことではないと思ってまして、というのも安くしたことによってもしかしたら他の商品ガレージキットが売れなくなるっていう可能性も考えられるので、まあその一応相場に見合った値段にはしようかなと思っております。ということでね、この今後このティラモナイトに関する情報発売日だとか、あと今語れなかったこととかもいろいろありますので、であといろいろ今他の方にも頼んでることとかもいろいろありますので、その情報いろいろ今後発信していきますので、ぜひこのねチャンネルね登録をしてこの情報をお待ちください。ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。